プラグボードはプログラム用の装置の一つで1906年から1960年代にかけて IBM 他のメーカーが製造したパンチカードシステムをプログラムするために用いられた。正式にはコントロールパネルと呼ばれる。取り替え可能なプラグボードを導入したのは1920年代の IBM3S タビュレーティングマシンであった。 プラグボードの構成やオプションは機器ごとに異なっていた。それぞれのボードはおよそ一辺が30から70センチメートル程度の大きさで多くの穴が長方形に配列してあった。穴同士をプラグで配線した後でボードを機械に挿入する。そうすると配線に従って電気的な接続が行われることになる。例えばパンチカードを複製する場合はカードリーダーのブラシを 先行機のそれの井戸に接続する。その際一部の穴を他の位置に複製して他の穴を無視するようなことは比較的簡単な配線で実現できた。カウンターや軽電機を利用するようなより複雑な応用も可能だった。用途別に何枚かのボードを用意することもできた。あるボードは週ごとの給料支払い後に別のボードは月ごとの会計報告にといった具合である。 プログラミングには機種ごとの動作とタイミングについての知識が必要だった。ありがとうございます。